こんにちは、心理カウンセラーの高森です。うつ病の方っていうのは朝調子悪いっていう方が多いですね。もう食事をすることはもちろん、起き上がることすらできないっていうこともあります。でも夕方以降になってくるとだんだん活気が出てきて、少し笑うこともできるようになる。そして夜は意外と調子がいいっていうこともありますね。でも朝になるとまた同じように全く動けない、食事も喉を通らない、起き上がれないっていうことがあったりします。これを日内変動っていうふうに呼んだりします。これはもううつ病の典型的な症状ですね。でこの時に大切なのは、夕方以降調子がいいから大丈夫というのは違うっていうことですね。そこで調子良くなること自体がうつ病の特徴になってきますから、自分はまだまだ大丈夫と思うよりは、ここはしっかりと治すという意識になっていただいて、リズムを取り戻す、必要な薬はしっかり飲む、場合によってはカウンセリングを受けるといった具体的な回復のための取り組みっていうことをなるべく早めにしていくっていうことがおすすめです。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。